どうも、トーゾルです。はい、ということで今日もクラッシュライアルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで本日のこの動画は皆さん大好き増殖チャレンジでございますどれだけね、同じ種類のユニットをたくさん増やせるかっていうこちらのチャレンジなんですが、今日挑戦していったのはザッピーでございます。ザッピーね、相手を止める能力がめちゃめちゃ高いので、ザッピー大量に生産した時に相手のジャイアントだったりタワーはどのような動きをするのか、これ気になる方ね多いと思いますので、ぜひ、最後までご覧ください。それではどうぞ。さあさあ、こっからっすよ。一番大事なのは溜めていきますよ。ジャイ、ザッピーもいいサイクルになって、okay. ザッピーちゃんとこうジャイ止めてくれれば熱いっすね。さあ、ここでどうだ。あ、いい感じ。よしよし、悪くない。じゃあ4体今。あ、しかもジャイめっちゃ溜まってる。いいっすね。かなり。いや、ザッピーめっちゃ溜まってる。いや、手の動きがすげえ大変。いける。さあ、こっから。あ、止まりますね、これ。止まる。うん、あ、でも、ちょっと止まんない。やばい、ジャイが止まらない。ジャイが多い。さすがに多い。ちょっと待って。あー、エリポン殴られてるけど。いや、でもバランスいいんじゃない。でもかなり。めっちゃ増えてる。だってクローンしてなくてこの多さですからね。めっちゃ多い。よし。悪くない。じゃあ、悪くない。レイジン。さあ、こっからちょいきつくなってきた。さらに、さすがに。ジャイそろそろきついですね。ジャイきつい。周りが。ちょ、エメさんがフリーズかけるタイミングで、はい、こっちクローンかけますね。了解です。もうワンタンぐらいいく。もうワンタンじゃい。さあ、そろ。ジャイ。よし、もうこれフリーズです。オッケーオッケー。じゃあもうクローン&クローン。ちょっと待って、回らない。オッケー。クローンからの、もうちょい耐えて。オッケー。ジャイ。おー、すげえ。止まった。おー、増えたー。めっちゃ増えた。増えましたね、これ。すごい、もう陣地全部ザッピーみたいな。半面ザッピーみたいになってる。どれぐらい増えました、今回。今回はまあ2万5000ぐらいは増えらしたんじゃないかなと絶対嘘なんでそんな明らかな嘘つくはい、ということで、今日もね、エメさんと一緒に増殖チャレンジやっていったわけなんですが、はい、我々増殖職人を目指してるんですよね。そうですね。そうなんですよ、はい。皆さんね、ぜひ増やしてほしいユニットとかありましたら、ぜひコメントで教えていただけると幸いでございます。お願いいたします。ただね、結構難しいユニットも多いんですよね。そうなんですよ。この前リクエストいただいてたマジックアーチャーとか、結構攻撃しちゃうんで後ろまで。そうなんですよ。難しいですよ。試してみたら。ジャイいなくなっちゃう。ジャイいなくなったりするんでね。はい、まあ、ぜひぜひ皆さん増やしてほしい、ユニットとかいましたら、下のコメント欄にリクエストよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。